が素早すぎて捕まえられないんです。ケイトさん、取ってください。背中の方から下に。お尻の方に行っちゃう。はあ、そっちはダメ。はあ、潜り込もうとしないで。それは本当にそうですね。
キリタくん。いいか、ちょっといいか。待ってたよ、キリタくん。なんだなんてひどい。キリトくんに用事があって探してたのに。今日はキリトくんと買い物に行こうって朝から決めてたからね。ご飯はご馳走してあげるから行こう、キリトくん。転移結晶と大体このぐらいあれば十分かな。せっかくのレアアイテムを諦めるなんてもったいなさすぎるよね。分かってるって。それじゃあ買い物はこのぐらいで。新作チェックをしたいから防具屋に行かない？機能的でおしゃれな防具を置いているおすすめのお店を教えてほしいんだけど。小物が充実しててお値段がそんなに高くないところがいいな。ねえねえキリトくん、このスカートどうかな。ちょっと柄が派手すぎる？言うと思った。そういうことじゃなくてデザインとかそういうことを聞いてるの。それでもいいの。このぐらいの丈が可愛いのに。もっと短いのだってたくさんあったよ。
リト君って SAO の中のことなら何でも知ってそうだったけど、おしゃれにはすごく疎いよね。ボーグ見てても数値ばっかり気にして、色とかデザイン形なんてどうでもいい感じだったしね。もうそう言って黒い服ばっかり着てるんだから、女の子にモテないよ。そうだな、ワンポイントに何か取り入れるくらいしないと。手袋とか靴ひもとか髪留めとか全身コーディネートにはちょっとした工夫が必要なんだよ。もうこうなったら今から私が服の選び方を教えてあげる。ちゃんとついてきてね、キリト君。はあ、回った回った。どうだったキリト君、気に入ったデザインの服とかあった？おお、もしかして私が無理やり連れ回したから疲れちゃった？ごめんね、つい楽しくて。お詫びに美味しいものをおごるから元気出してくれる？本当に？よかった。興味ないことに付き合わせたかなって心配しちゃ。収まったかな。はあ、びっくりした。あ、ごめんキリト君、ちょっと先に行ってて。強い風だったからリボンを直そうかなって。もう、なんでそういうこと言うかな。キリト君は無粋だよ。ありがとう。じゃあちょっと待ってて。すぐに直しちゃうね。